はい、皆さんこんにちは、ワネルルビジです。では今回はアウトオブパークベースボール21松坂大輔怪物伝説、続きをやっていきたいと思います。で5月に、入りましたので、まずはチームのポジションと、確認をしていきたいと思います。まずチームのポジションなんですけども、ライオンズの方はですね、画面の左側になりますが、現在15勝19敗で4位につけていると。で、1位を走っているのがソフトバンクで、ちなみにですね、セリーグの方はジャイアンツが4位と、トップがヤクルトですね。24勝11敗、という状況になっています。まあ、ライオンズはね、今 B クラスなんですが、この後ね、A クラス入り、さらには優勝争いに絡んでいけるように、松坂大輔にも活躍してもらいたいな、というふうに思っています。では、簡単になんですが、個人成績もね、ちょっと見ておきましょうか。で個人成績の方なんですが、まずパリーグのね、バッティングの方なんですけども、ご覧のような形になっています。アベレージが近藤か。ちょっと意外ですね。で、売り出し中の山川がライオンズになりますけども、ホームラン11本、量産中というところですね。じゃあ続いて、投手陣の方なんですが、投手陣の方は、6勝を挙げているのが、高橋。いや、ここはさすがですよね。ソフトバンク、楽天、まあ、上位が並んでいるっていう状態になっています。では、大輔のね、松坂大輔のプレーの方、投球の方、見ていきたいと思います。で、今回、松坂なんですけども、岩下との投げ合いになっています。マリーンズ戦です。では早速、松坂の1回の投球見ていきたいと思います。まあ、順調に勝ち星を上げていってもらって、10勝を狙えるスタートをね切っているので、まあ、2桁勝利、これを一つ今シーズンね松坂に託したい部分になります。では見ていきます。ここは先制ツーランホームランを2回の表浴びてしまいましたね。清田に先制のツーランホームラン、2点ビハインドになってしまった松坂。さあ3回の松坂なんですが、ランナー2人を置いてしまっているというところで、井上誠也を迎える場面ですね。ここはダブルプレーシフトで一気にね、回を変えていきたいところですが、これがライト前に落ちる。二塁ランナーは帰ってこず、ワンアウト満塁。ここで4番のレアード。ここで大きいのを出てしまうと、早い回で、ちょっと厳しくなるが、ゲッツー取れる。よし、0点でございましたね。松坂なんとかこの回0点。さあ松坂、ここはランナーを一塁に置いてタイムリーツーベースを浴びる。3点目を献上するかっていうところ、投げられず、ホームには投げられず、これで3点目。藤岡にタイムリーを浴びて、なおランナー二塁、バッターは井上。ここまでホームラン9本、ホームラン9本の井上を置いて、持っていかれた。井上に第10号のツーランホームラン。松坂5回5失点ここまでですね。粘りのねピッチングを3回4回としてくれたんですが、ホームランを浴びてしまって、ここで5回5失点です。はい、ゲームの方なんですが、ライオンズがね、9回の裏3点返してくれたんですが、7対3という、3対7ですね、ライオンズからすると、負けてしまったゲームということになります。はい、では松坂大輔なんですが、
5月の8日、ソフトバンク戦に先発します。では松坂の立ち上がりですね。前回のロッテ戦はホームランを2本浴びて5失点というところからの今回のソフトバンク戦になります。フォアボールのランナーを一塁にいきなり、ね、出してしまったところでゲッツーが取れる。一塁には投げられず、これでランナーが変わってアウトカウントが、ね、一つ増えた形になります。そしてバレンティン、ヤクルトから今年、ね、ソフトバンクに移籍した怖いバレンティンを迎える場面。ソフトバンクもね、もう完全に超重量打線になりましたよね。そのバレンティンを歩かせて柳田、1回の裏いきなりのピンチ、ワンアウトランナー二塁一塁で柳田を置いて、これが落ちる、レフト前タイムリーになる。二塁ランナーは帰ってこれず、なんとか、ランナーを、ね、押しとどめることができたというところなんですが、ピンチは広がり、ワンアウトランナー、満塁です。で松田ですね、ここは松田を空振り三振。そしてデスパイネが6番にいる打線だからね、この打線は怖いよな。デスパイネを歩かせフォアボールで失点。デスパイネが怖かったというのは分かるんですけど、ここで2者連続押し出しで2失点目。このままずるずると失点を重ねないためにもね、ここで今宮を打ち取りたいところなんですが、ボークで3失点。なんとか今宮を見逃し三振ですね。ただこの回2つの押し出しと1つのボークで3失点の松坂。デスパイネにタイムリー3ベース。デスパイネにタイムリー、なんと3ベース。ここで失点を重ねて4失点目。それにしてもちょっと木村、ライト木村の守備が緩慢だったんじゃないかな。足の遅いデスパイネに3ベースを浴びるっていうね。ただちょっとライトの守備機会多かったんで動きはいいかなと思ったんですが、デスパイネが3ベース。さらに回にもタイムリーを浴びてこの回に失点。松坂ちょっと5月ね、調子を崩しているのかなっていう感じがねしますね。さあ松坂、ここで連打を浴びてしまったところで、ここまでですかね、3番バレンティンを迎えるという場面ですが、明石、上林と連続ヒットを浴びたところで松坂、降板させたいと思います。はい、試合の方はですね1対8と、大敗を喫したというゲームになります。はい、続いて松坂の先発戦ですが、オリックス戦になります。ここまで3勝3敗、勝ち星をね、ちょっとこの5月に入ってから上げられていない松坂なので、5月で、ね、まずはね1勝を上げてもらいたいなというオリックス戦になります。ここは小田の当たりが伸びていく、野田の当たりが伸びていく、小田の当たりがホームランになりますね。2番小田に先制のツーランホームラン。ここのところちょっと松坂序盤でね、ホームラン含めた失点が多くなってきているので、この後まずは粘りのピッチングですね。6回を3失点、これを一つ目標にね、ちょっと抑えてもらえればなというところかなと思います。まずは、松坂なんですが、6回の
投球になります。ライオンズが逆転してくれて2点リードという場面ですね。ここをなんとか0点で抑えて、まずは勝ち投手の権利をね、獲得しておきたいなというところになります。ただオリックス打線は1番からの好打順、野田をセカンドゴロに打ち取った。これでねこの回抑えきれればというところですが、吉田をフォアボールで出して4番ジョーンズ、このジョーンズをセンター前ヒット、ランナー二塁一塁、ツーアウトながらランナー二塁一塁で T 岡田、ここは岡田を歩かせツーアウト満塁、一打で消えてしまう場面だ。ここで勝ち投手の権利が消える、タイムリーツーベースになる。松坂勝ちきれずというところですね。残念ながらここで同点タイムリーを浴びてしまった松坂です。はい、ゲームの方もね、オリックスに再々逆転を許した形で4対5で敗戦になっています。はい、では松坂なんですが、今回から交流戦になりますね。ベイスターズ戦になります。前回ちょっとボタンの操作をミスってしまって、お見せできなかったんでね、ちょっと今回はちゃんと、しっかりいいお見せできるように慎重にプレイしていきます。では松坂の初回立ち上がりです。ここはまずは空振り三振、ここは先制のツーランホームランを浴びてしまった松坂、ごめんなさい、同点のツーランホームランですね、同点のツーランホームランちょっと言いづらい、同点のツーランホームランを伊藤に打たれてしまって2対2、ゲームが振り出しに戻ってしまったという展開です。ランナーを出さないっていうところからですかね、まずはね。5回の松坂になります。4点リードをもらって1番の梶谷、ツーアウトランナー二塁一塁のピンチになります。この梶谷の当たりはセンターが前に出てきて取りましたね。では勝ち投手の権利がかかった6回の松坂になります。4点リード、前回の試合はね勝ち星まであと1つというところで残念ながら同点に追いつかれてしまった松坂なので、ここはね何としても勝ち投手の権利を持ったまま6回をね終えてほしいと思います。ここで外にツーベース、ツーアウトランナーが二塁と場面が変わって松坂、迎えるバッターは佐野、ここはショートゴロで抑える、これで3アウトチェンジです。はい、では松坂7回を投げて2失点というところで、松坂のね、登板は終わりにしたいと思います。はい、松坂なんですが、その後ですね、まあ、残念ながらベイスターズが9回に4点を挙げて同点に追いつかれてしまったという時点で松坂のね勝ち星が消えてしまいました。まあ、残念ながら松坂ね5月、勝ち星なしというところだったんですが、まあ、前回と今回、勝ち星あと一歩というところまで手は届いていたので、3勝止まり、ここまでね3月4月5月と3勝止まりなんですが、6月7月8月と巻き返しをね期待したいというふうに思います。
というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。